じゃあ例えば例の1、ディズニーランドはなぜ富士山麓ではなく浦安に作られたのか。これはもともとですね、ディズニーランドをどこに作るかっていうときに第一候補、静岡県三島、富士山麓の、ね、風光明媚なところにディズニーランドを作る、この案がありました。そのもう一個が浦安です。で現在浦安にあるわけですね。じゃあなんで富士山麓じゃダメなのか。なんででしょう、ね、富士山が見えて非常にこう自然に恵まれてね、で観光地ですよ、人も来る、そこにディズニーランドだったらいっぱい来るじゃないか。しかも景色いい。でもダメなんですね、富士山麓じゃダメ。わかります、なんとなくわかるんじゃない。富士山がダメなんですよ。富士山見えちゃうとダメなんです。富士山高いですからね、隠そうと思ってもなかなか隠れないんですね。ディズニーランドはディズニーランドとして完結してなきゃダメなんです。ミッキーマウスの後ろに富士山が見えちゃいけないんですねそれはそういう人も好きな人もいるかもしれません。だけどあくまでもディズニーの世界観を、ね、みんなに感じてほしいわけです。皆さんディズニーランド行ったことありますか。大学生なんかでもね、そのディズニーランドよく行く人いますよ。いつも帰りがけ寂しくなるなって、もう終わっちゃうのか、でもう出るのが嫌なんだ。でなぜかというと一日その世界に埋没してますから、明日試験だ、明日新卒の授業だ、これ嫌なんですよ、日常に戻っちゃうから。でせめてそのディズニーランドという空間ではその世界に浸っていたい、でそういう浸っていたいという思いを、ね、十分に与えてあげられるような空間作り、それには富士山があっちゃいけない、ね、都会に近いからじゃあ東京タワーの前でいいか、東京タワー見えちゃダメなんです。もうあくまでディズニーなんです。だから富士山が余計よかったですよ、浦安に作って、だから成功してるんだと思いますけど。でね、そのディズニーランドのそういう完結した世界を展開するために富士山が邪魔なわけですけども、ディズニーってそういうもんです、そういうもんですっていうのは、ディズニーランドっていうのはありますけど、これ1983年だったかな、開園したのが。でディズニーが日本に入ってきたのは多分アニメですよね。でよく言われるように数年前かな、本当は怖いグリム童話とかって評判だったのじゃないかな。でグリム童話ってすごい残酷なんですね。わかりますか。例えば白雪姫、ディズニーの最初のアニメですね。でこの白雪姫のいいですか、途中で出てくるんですけど、元のグリム童話の話ですけど、あたかも死体愛好者のような人が出てるんですね。その最後にこうキスして目を覚まさせる王子さんなんですけど、王子は白雪姫の死体を見て、これ持って帰っていいって言うんです。うちに飾るから、うちに飾るからとは言ってないんだけど、これ欲しいって言うんです。別に姫が可愛いとか姫と結婚したいとかってキスなんかしないんですよ。ただ持って帰ったり、つまり死体愛好者と言ってもいいような存在。それから残酷、人食いがいっぱい出てきますね。でやろうと思えば白雪姫ホラー映画にぴったりなんです。残酷なんです、ね、シンデレラなんかもそうでしょ。最後その鉄の厚い下駄を履かせて一生狂わせちゃうでしょ。ディズニーはそうしてないですよ。復讐でね、厚い下駄を履かせて踊らせてるんですよ、シンデレラ。なんてひどい、シンデレラとんでもないですよ。だけどディズニーはそういう世界じゃないですよね。そういう 残虐なというか残酷な世界一切ない。可愛い世界、これピノキオなんかもそうですね。そういうね、いわゆるその可愛いディズニーのファンタジー、愛の世界っていうふうに言われてる元は非常に残酷だったりドロドロしてるんだけど、ディズニーはそれを全くこう省いて可愛い世界を完結させてるんです。これすごい徹底してます。あくまで可愛い世界、つまりファンタジーを作るんです。それディズニーランドの作りも、そうなってて、そうやってできてるんです。でついでに言うと、そのディズニーランドの作り、つまり自己完結、完結した世界っていうのはその後何に使われていったかというと、街づくりです。ここコミュニティ政策学科じゃないんですけど、街づくりなんですよ。これは渋谷、池袋、西武系ですよ。西武とかパルコね。このデパートを中心とした、その当時1980年代の高度消費社会といってバブルがやがて、ね、やってくる、そういう時代です。でディズニーランドのようにそのある完結した街並みを作る。でそういうところに、ね、生活している我々はどん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 可愛いもの可愛いものを好むような、
やってないから、少々文字、変態文字って言われましたけど、丸文字ですね。最近見なくなってちょっと寂しいんですけど、女の子よく丸文字っていうの書いてました。で、よくペンションかなんかにみんなこう、可愛いグッズが置いてあって、可愛い、何を見ても可愛いっていうのは、可愛い、今はそう、すぐ余談になっちゃう。最近フランスでは可愛いってことが流行ってるんですね。そう、日本のそういうアニメとか、いろんな漫画とかそう出てくるキャラクターをね、気に入っていて、可愛いっていう、そういう番組もできてるらしいんですけど、それほどにですね、日本のある時期、可愛い、今はそうかもしれませんね。よくこう歩いてるんです、ね、まあそれは全然ちょっと違うんですけど、何見ても可愛いっていう人いますよ、学生なんかの、ね、犬が寝てても可愛い、猫が道具に入ってても可愛いって言うし、何でも可愛い、俺を見ろって言って男の子たちが思ってると思うんですよね。可愛い、でそういうふうにですね、その可愛いって感性を浸透させていったわけです。この話元に戻りましたね。ディズニーが作ってた感性で、そうやってこう自己完結した世界っていうものを街に作っていって、このその中身は変わっていくんだけど、その自己完結した世界を趣味として持っている人たちが街を作っちゃったのが秋葉原なんですよ。あれは資本がね、あの街を作ったんじゃないです。趣味が街を作る、これよく言われるんですよ。だその感性って恐ろしいですね。その街が感性を与えてくれていた世界から自分たちの感性が街を作っちゃう、そういう文化の中に我々いるんです。